よーし、じゃあ今日はここまでにしよう。一時だぜ。はい、皆さん、こんばんは。デス・ストランディングやっていきたいと思います。今日、忘年会でちょっと遅くなりまして、ちょっと8時からの枠は、できませんでした。ということで、11時からやっていきたいと思います。あ、ビビさんいない。ビビさんいないのは厳しいな。当然、マッツさんの夢も見ませんよね。ローパイルもう1本欲しいよね。あ、パワーグラブ。強化してくれる。それを装備すると、例えば崖をロープで登るとき早く登れるようになったり、荷物を素早く持ち上げられるようになるわ。マジで？そんなときも滑り落ちるのを早く止められるようになるはずよ。なるほど。それから打撃力が上がったからってむやみに人をパンチしちゃダメよ。え、殺しちゃうってこと？ああ、そうか、登山家のところに行かないと受けれないのか。したら、登山家のところに行こう。ロボット工学者にまともな配送を1回でもしたいよね。ちょっと全部やってみようか。よし、じゃあ、ロボット工学者に荷物を届けます。まあ、レッドサインになってからでいいでしょう。さあ、じゃあ今日も頑張ってまいりましょう。さあ、じゃあまずジップラインに乗っていきます。で、着いた。なんで鼻で割るんだよ。はい、初めてレース。パイルスケルトンレベル3、工学者の息子。これでやっちゃいましょうか。踏ん張る。誰だ、これスキップできないんだっけ。はい、 S ですね。 S。 オリーブドラブ。いや、辛いなこいつ。あ、そうそう、これが欲しかった。大容量血液パック。よし、山登るか。
で、こっちだ。あれ違うな。なんか違うとこ登ってって、登ってってるな。あ、いいのか。あの、頂にもう一本ありますね。これですね、カメラマン。これを撮ります。よし、とりあえず下を、山を降ります。ありがとう。よし、行きます。ちらっと上行ってみる。どこまで繋がるか。次繋がってんのかな。あー残念、繋がってないですね。建築ツール持ってっか。一応ね。まあ、まだ貼らない予定だけど、これさ、この中間地点に1本立てて向こう側に飛ぶのもありだね。もうね、こっち行きます。なんだここ超歩きずれ。まあところどころこう道路になってるからね、まだいいけどね。BT さんがいたらやばいね。あ、これ危ないですね。これ無茶しない方がいいですね。こっちから降りましょう。危ない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 。危ない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 。どこにあるの？この山の向こうか。はしご持ってきてないんだよね。僕ね、基本的にはしごよりロープの人なんで、さっきも言った通り、はしごよりロープ大好きっ子なんで。そういう斜面見はゴリ押しで登れたりする。ああ、マジっすか。ゴリ押しで行く。パワーグローブとかでも持ってきてないんだよね。パワーグローブ、あ、そうそう、一つ聞きたいことがあったんですけど、パワーグローブで喧嘩して人殺さない？もうそれがすごい不安なんだけど、パワーグローブでなんかパンチ力アップとかって書いてあったから、それでミュールぶっ殺さないかなってすごい怖くなったんですよね。で、まだパワーグローブ一回も使ってないんですけど。あ、大丈夫？あ、本当？殺せない。あ、本当？あ、じゃあいいか。なんかそれが心配でさ、なんかママ、あのママの妹もさ、なんかむやみ殴っちゃダメだよとかって言ってたから、どうするこれ。やっぱこれあれだね、ま、ここもやっぱジップライン案件だね。これ降りれるかな。いけるでしょ。ここロープ案件。うん、ロープ案件。本当？いや、いけるいける。サムならいける。僕は無理だと思うけど。